おはようございます。今日は2020年の10月の5日月曜日、東海道の宿場町第25番目、ただいま浜松地区です。こっちに朝日があるんだな。もうちょっと待てばよく見えるかもしれません。少し準備に時間がかかるんでね、その様子をよく見てから行くことにします。眼下に東海道新幹線の浜松駅、朝のお勤め、夜のお勤め、もうそろそろ終わりです。補線の車両が新幹線の脇を抜けていきます。しかしもう大変、さすがに疲れてきた。まあ疲れの具合は昨日の静岡とあまり変わってないかなという気がしますが、今日の目的地は愛知県の岡崎ということになっていまして、まあこのまま岡崎まで行くのもいいんですが、ちょっとですね、この先の泊まらせていただく旅館とかにいろいろ相談させてもらって、少しペースを緩めようかなと考えています。まあちょっとどうするかはまだ未定ですが、とりあえず今日は徳川家康の出身地岡崎を目指してまずは出発。予定変更がありえたらもう少し行き先を手前に変更するかもしれません。さて、それで小田原で買いましたウイロー、これまだそれで使ってなかったなと思って、何にでも聞くようなこと書いてる。懐中筆体の霊剤とありますので、何にでも聞くということが書いてある。これ見ると中身がですね、まあいろいろ効能とか書いてあるんですけど、なん医薬部外品とか書いてないから、もう今は医薬品でさないってことなんだろうな多分ね。まあ江戸時代はこれがね効果あったのかもしれないですけど、こういうやつだったんですよ。開けてみたらなんかすごい匂いがする。これ30粒いい。こんな1回飲むわけでしょ。1粒ずつなんでやってられませんよ。まあ、飲んでみよう。おお。お線香、1個出ちゃった。うまい。お線香の匂いがする。ああ、なんか全部飲むの時間かかりましたけども。健康になってるような気がするな。実際どうかわかりませんが。重くて大変です。本当に重い。10キロぐらいあるんで、もっとあるな。もし今日岡崎まで行くとなると、昨日よりも長い距離を進むことになるはずです。まあしかし急坂はもうそんなにはないと思うんだけど、昨日もそんなこと言って2つ峠があったの忘れてたからな。名だたる城下町浜松ですが、戦争の時代にとんでもない空襲があったそうで、町のものがほとんど焼けてしまって、当時を忍ばせるようなものが直接残っているということはほぼないそうです。幸いなことに宿場の中心部は国鉄浜松駅の建設されたところからは随分離れていましたので、昔の町並み、その名残はかなり濃く感じることができます。それでは今日の工程を皆さんに簡単にお知らせします。29番目浜松を出ますと、次は舞坂、二里とおよそ半分です。続いて荒井、白須賀、二川、吉田、五湯、赤坂、藤川、岡崎。今日は岡崎まで行ければとりあえずいいと思いますが、そこから先知流、鳴海、宮と続きます。宮宿というのは現在の名古屋のことです。名古屋まで行けたらすごいですね。まあ行けないと思いますが、どうぞよろしくお願いします。いつしか町らしい雰囲気もなくなりました。次は2里と30町で舞坂です。このやり方でいいのかはわからないんですが、なるべく今回の旅ではスピードを出さないようにしています。でこれはまあもちろん安全のために減速するというのもそうなんですけども、まあ、それ以上にですね、速度を出さないで体力を温存しておくことで休憩時間を短くして、それで平均の速さを出そうと、まあ、そういう考えなわけですが、もちろんあちこちで観光立ち寄り、その紹介などに時間を割くことになり、まあ、それが実質休憩になっている側面もありますが、まあ、それ以外にもですね、昨日の6号駅でのところのように、島田の宿場の手前のところのように、もう疲れてしまって動けないからちょっと休んでいかなきゃということが発生する可能性がある。で、まあ、正直10分20分30分休んだからといって疲れなんか取れないので、休むとなると結局何度も何度も休んだりしなきゃいけないんじゃないのかなという気がしまして、仮に1時間に10分の休憩をするとしたらね、それだけでスピードが6分の5になっちゃいますから、10何%か落ちるわけでしょう。それ考えると、のんびりだらだら行っても一生懸命漕いだのと実際ほぼ変わらないどころか、むしろ早いんじゃないですかね。
舞坂に着けばいろいろ見どころはありますが、舞坂が遠すぎてそこまでが暇です。明治天皇東高野立町跡、明治天皇がずらっとお江戸へ行かれて、そして江戸が東京と改められたその時の行列で、あ、この辺りで小休止をされました。そらまあ小休止もしたくなりますよね。今時刻は7時45分。小学生たちの通学の時間はなんか随分早かったですけど、今は中学高校生ぐらいで、そのぐらいになると、まあ、スーツチャンネル見たことある人もいるんでしょうね。そういや僕 YouTuber だったんで、なんかさっきから行き交う反対側の人たちがね、あれみたいな顔しながら通り過ぎてくる。結構僕その年代の人たちからはなんか知らないけど知られてるみたいなんですよ、こんな程度の登録者数でもね。ピカチュウだ、ピカチュウが来たな。なんだのピカチュウが、あんなのあるんだ。白バスだ。あ、保育園のバスか。そういうの結構著作権料とかかかるんじゃないですかね。クマモンにすりゃいいのにね。クマモンだったらタダですよ。いや、タダなら何でもいいってもんじゃないか。この松並木が今までで一番かな。大磯のところも美しかったですけど、前坂宿から先東海道は途切れていまして、いよいよ海路で渡るということになっていました。ちょうどここに図があるな。現在地ここなんですけども、もう少し行くと見附の石垣が残ってるんですね。こっから先が前坂宿だ。で、こういうふうに本陣とか脇本陣とかいろいろ残ってるんですけども、最後港に至ってですね、東海道はそこで終点。そこから先は今切りの渡しというものに乗って、そして反対側浜名湖を渡って、次は新井ですね。新井まで行かなければいけないということになります。この先に浜名湖が控えますが、大昔の東海道はここ海岸を通っていたようです。ただ江戸時代になる前、室町時代頃です。昨日江戸時代って言ったかもしれませんけど、すいません、室町時代でした。地震が起こってですね、ここ穴が開いてしまって、そして浜名湖はついに海とつながってしまったわけです。そうすると陸続きではなくなるので、かなり都合が悪くなります。今では国道1号線のバイパスがここにありますので、簡単に渡ることもできますが、ちなみに自転車で渡ることはできません。で、そういうわけで仕方がないので船で浜名湖を渡るということになりました。また現在ではこちら陸続きにはなっていないんですけれども、弁天島を経由して東海道本線が通ることになっていまして、これ埋め立ての島じゃなくて、確か地震で隆起した島だったのかな。それでですね、電車で抜けていくこともできるし、そこを国道1号線が通っているので、私も今回はもう船がありませんから、ここは自転車で国道1号線を通ることにします。この浜名湖のところを船で渡るのを嫌がる女性、もしくは女性に対するこの先の関所で行われた厳しい取り調べを避けるために、浜名湖を大きく迂回するということもやっていまして、現在では東名高速道路が浜名湖を大きく迂回する、かつての姫街道のルートをたどるような形をとっています。ありました、右側にも左側にもこんな立派な石垣があって、今はコンクリートで壊れないようにどうも固定されているようですけど、まあそんぐらいは構わんんですよ。1709年の古地図にはすでに存在していると書いてありますから、まあ少なくとも建てられてから500年は経ってない、ごめんなさい、今2200年じゃなくて今2020年なんで、300年ぐらいは経ってるということですね。東海道第30番目舞坂宿でございます。ここにもあるわ、立派な町屋と、しかしシラスと海苔を売ってる店が多いな。海苔の佃煮の香りがしてくるな。奥までが緩やかなカーブを描き、そして見渡すことができる風情ある宿場に新幹線の通過の音が響きます。あと 200m でこの町一番の名所脇本陣の跡に着きます。舞坂宿の名所脇本陣の跡です。脇本陣についてはもう説明は何度もしたと思いますが、本陣が大名とかそういう、まあ、一番位の高い人が泊まる公設の宿みたいなもの、公設とは違うんですが、まあ、公用で利用する宿で、脇本陣はその予備のためのもの、そういう認識でいいんじゃないかと思います。普通の人が泊まるということもできたようです。書いてあります、大名幕府役人等が本陣で宿泊休憩できない時に利用された施設で、普段は一般の旅館として使われました。脇本陣というのはそもそもは本陣よりもよりたくさんあったはずでして、まあ、残っていてもおかしくないんじゃないかなと思いますが、結局残っていたのはこの舞坂ただ一つのみです。
53次の中でよく残ってましたね。そしていよいよ東海道はここで途切れ、浜名湖の対岸に荒井の関所を控えるのです。次の荒井までの1里と10丁約 5km、 ここからは船に連絡をするということになっていて、江戸時代はここから船出したってことですよね。だと思うんですけど、今はその船着き場も大きく姿を変えていて立派な漁港になっています。向こうには卸売市場もあります。でもこの石垣はさっきの江戸型見附と同じ石だから、多分これは当時のものなんじゃないですか。特に何も解説書きはないですけどね。あれはあれ、一体あれはどういうことなのかなといろいろ見たらですね、分かりました。この辺りに3つ船着き場があったようです。3つ並んでいました。ここはですね、さっきのところから左へ少し行ったところで、南岩下と書いてあります。十日場跡ということですけれど、要するに2泊をするところ、東海道を行き交う荷物をここから運び出す船が発着していたところです。それでこの南岩下の石垣を左手に見て、まあ、今ではここも漁港関係の施設として使っているようですけども、このまままっすぐ行きますと、はい、こちらの交差点です。右手がさっきの宿場前で、左手に常夜灯みたいなのがあって、そしてここが本願家ということになります。まあ、庶民が一番数が多いですから本願家。そしてまたもう少し100メートルぐらい今度北側に進みますと、雰囲気はここが一番よく残されているようですけれど、ここが北岩下。これはね、大名みたいな人があのどんどんやってくるような、あの武家役人たちの使うところでした。あそこの軽自動車がいなければ一番いい雰囲気だったかもしれませんけど、まあそればっかりは仕方ありません。ここは一般の車はなんか入れないらしいですよ。多分貴重な文化財を守るためっていうのと、漁港の混乱をきたさないためってのはあると思いますが、さてそれでは自転車で浜名湖に突っ込むわけにもいきません。これから先は東海道本線と同じように弁天島へ迂回して、そしてまた対岸の荒井の関を目指すことになります。ちなみにさっきから画面に映り込んでおります弁天島の大通りについて特に説明していなかったですけども、これ何かというと、まあ、ここに書いてありますけども、実は前坂町観光シンボルタワーとありまして、これはですね、別になんか神社の大通りとかそういうわけではなく、ああいうふうに、まあ、要はランドマーク、観光見せ物として建てたということですね。さあ来ました、普通列車豊橋行き、特急型車両373系を使ってるいいやつが来ましたよ。本当に電車の運がつくづくいいと思いますね。あっちは東海道本線、江戸時代からずっと船で渡るしかないということになっておりましたここですが、ついにこんな立派な鉄道が通りまして、それからは行き来も楽になりました。でその後ですね、これ中浜名大橋といったと思いますが、向こうが明治の橋で、こっちは多分昭和になってからの橋じゃないかな。実は歴史はあまり私知らないんですけれども、多分まあ昭和か大正かそれぐらいのコンクリート製の、これもまた立派な橋ですよね。一旦橋の脇に来ないと見ることはできません。あ、もう自動車がこういう風にまともに日本のあちこちを走れるようになったのは、まあ、せいぜい昭和10年代とかそれぐらいなんですよね。でその後昭和の中期頃から高速道路とかも通れるようになりましたけども、なんか珍しい飛行機が飛んでますよ。見てください、屋根にお弁当を乗っけた面白い飛行機です。なんかレーダーみたいなやつで敵が近づいてきてないかとかを多分監視するんだと思うんですけどね。私たちが普通に乗ることができるボーイング767みたいな飛行機、なんかそれを改造というか特別仕様で作っているやつだと思うんですが、航空自衛隊の飛行機ですね。一回千歳空港に来てるの見たことありますけど、今浜松基地から飛んでこの辺りを見てるのかな。弁天島の地形は昔地震で大きく変わる前相当美しく、さっき説明書きがありましたけど天の橋立のように綺麗だったと、そんな風にありましたよ。
の関係でリゾート地としてもかなり人気が高く、これはなんかリゾートマンションみたいなの建ってるけど、まあ、景色がいいし浜松にも近いから電車で通勤するにはちょうどいいしって、そういう感じでしょうね。欄干がかなり低いんで今ではこのようにフェンスがついてしまっています。そして国道が今通っている橋は、これ国道じゃないか、違う、いや国道か、この左を通っている県道だったかな、自動車がバンバン走っているこの橋はまた別の橋です。まあ、要するにこっちの橋はもはや、まあ、これ自転車とかでのんびり渡るだけの橋になってしまったんですけども、大変この辺りの歴史を変えた重要な橋ですよ。これができる前は基本的に渡し船だったわけですから、まあ、やっぱり自分で橋を架けてお客さんからお金を取ってっていう商売はあったらしいんですけども、まあ、よく流されるというこれまでの説明やはり同じだったのでした。でもここは鉄橋じゃなくてコンクリートの橋なんですね。こんなに重要な東海道を構成するところなのにね。浜松市のなんかウェブサイトみたいなやつを見ましたが、もともとここに明治時代になって架けられ何度も流されてしまっていたいくつかの橋、へなへな橋と呼ばれていたそうです。そんなに脆かったんですね。相当だったんでしょうね。明治大正期の鉄道、これがねいかにもいろんな人の役に立ったものであったかということをよく理解させてくれるものです。昭和に入るまであそこまともに橋がかかってなかったら信じられないですもんね。あ、でも逆に言うと道路や自動車がなかったからこそ鉄道がみんなに利用されていたわけで、そういう時代に作った鉄道を今でもずっと全部そのまま使い続けるのがいいとはやっぱり思わないですけどね。前坂から新井までは1里ちょっとだと聞いていましたんで、それにしてはバカに近いなと、ちょっと走っていたらもう浜名湖の対岸に着いてしまっておかしいなと思ったら、これね浜名湖があのもう江戸時代ともまた随分形が変わっているんだそうで、今私の走っているこの辺りはもともとはまだ湖だったところのようです。なるほどなと思ってね、でずっと国道のところまっすぐ走ってよかったのでわざわざ遠回りをすることになっちゃいました。それでも私の勘でね、ここ昔の海岸線みたいなところなんじゃないかなと思った道を選んで来てみたんですけど、まあ割と正解みたいでして、これについては特に解説がないけど、なんか古めかしい建物がいくつか並んでいるし、それからもう正解の証と言ってもいいわ、ここゴミ捨て場ゴミ捨て場なんですけど、まあ別にそれはねちょうどいい目印なんでしょうね。船囲い場跡と書いてありまして、この今切りの関所が現在の場所になってからここに船をつないだ場所ということですから、まあ、間違いなく120艘の渡し船が配置されていた。すごいね、そんなにいたんですか。ゴミが臭いからちょっと避難しよう。その船を降りてきた人たち、もしくはこれから船に乗って行く人たちが必ず通って取り調べを受けていたのがこの先の新井の関所です。新井宿は東海道の中でもかなりの名所と言っていいですね。昔からの関所の建物がそのままここに残っているのです。9時になるとここの見学ができるようになるとのことですが、残念ながら今日は月曜日でして、月曜日だけはねどうも閉館日らしいんですよ。火曜だったらやってたんですけどね、まあ仕方ありません。あそこにお代官様みたいな人がいて取り調べを受けることになっていたんですね。葵の御紋がかかっています。そして手前、これは発掘調査で明らかになったのかな、そういうパターンかわからないですが、こんな風に石垣がありまして、これはそのまま多分当時の海岸だったんでしょうね。さっき私はあの向こうの道からこういう風に来たわけですよ。その石垣見たいんじゃないかと思ってちょっと戻ってきたんですけど、ね、これなんですよ。これ家が普通にこういう石垣の上に立ってるのはもうこの動画全部見てくださった皆さんならわかると思うんですけど、多分関係あるんですよね。もうここもともとここが海岸線だったはずですから、あの歯科医院の看板のとこにも打ち捨てられてますし、石が海岸線の形がそのまま分かるように残ってるのもすごいし、 Google マップ適当に見ただけで、あ、ここがそうかなと言って言い当てた私もすごいんじゃないかなと自分で思いますけど、関所を見ることができなかったのは残念ですが、まあ、しかし見てしまうとそれはそれでね時間がかかってタイムロスになるので、ここはどんどん抜けていくことにしますか。すごく貴重なところですよ。日本の関所はもうここしか残ってないわけですから、基本的に主要なところはちゃんと建物が残ってるっていうのはもうないんじゃないですか、本当に。おお、
考察場もなんか立派だ。それは関所ですから。そうですよね、いろいろ書いてあって内容が読みやすいから面白い。毒薬とか、偽薬みたいなのを売ろうとするのはダメですよ。もし、それ違反している人はもしここで正直に申し出れば許してあげます。偽の金銀作っちゃいけませんよみたいなこと書いてあるのかな。でもしダメだったら、もしも偽のやつを持ってたらばそれは、金銀座のところ行って交換してください。あ、そんなことできるんですね。結社の自由もなかったですからね。何事によらず制約をなし徒党を結ぶべからざることとかね。それからこれか、キリスト教はダメですよ。バテレンのなんとか、こういうの見つけた場合はご褒美金500枚あげますって書いてある。しかもなんか毒薬とか偽薬のやつは正直に自首すればご褒美って書いてあるな。ご褒美くれるんだったらみんな毒薬作っちゃうと思うんですけど、どういうことなんだろう。東海道本線の荒井町の駅も近いところです。面白いところだと思いますのでぜひおいでになってみてください。大層素敵な街並みですね。そしてこの新井の名物はうなぎ。昨日浜松の名物がうなぎだと言いましたけれど、あの実際はね東海道の3つの名物、新井のうなぎ、あとうんぬんかんぬんとそういう話だったそうです。これからは多少の上り坂のようですね。潮見坂って書いてあるけど、これは急だぞ。そんなにひどいことじゃない。ちょっと上るだけでいいんだと思うんですけど。これはすごいっすわ。昨日の磐田市内のあそこの坂に比べれば、まあ、まだマシな方ですけど、でもね、まさかこんなのがあるとはね。あの東海道線がこの先の白須賀の方には行かないようになってるんですけど、なんでかってその理由もわかりますよ。こっちからだったらまあまあよく見えますよ。昔はあそこにバイパスルートもなかったわけですから、浜辺に波が寄せる様子がそのまま見えたでしょうね。そして道はもちろんこっちでした。こんな感じなんですよね。変な格好だよな、つくづく。おっとっとっと、危ない危ない危ない、後ろに下がっちゃう。これはもしかして、もしかするとまだ登るんですかね。そうなの、降りるとは書いてないもんな。さあ着きました。御宿白須賀って書いてあって、歴史拠点施設、まあ観光とか休憩とかできるようになってるんだとか、入るのはタダだと書いてありましたが、残念ながら月曜日だからでしょうかね、やっていませんでした。まあしょうがない、トイレ借りたかったんですけどね、このまま行くことにしましょう。こんな山の上にプールがあって、今ちょうどチャイムが鳴って10時15分、小学校の休み時間かなんかかな。お、すごいですね。あ、中学校だったわ。学校まであるんだ。すごい山の上に登ってきて、ど田舎みたいなところかと思ったら、学校があるってことはここに人がいっぱい住んでるってことですね。白須賀宿は一応もうそろそろ着くはずだ。あ、何何、なんか書いてあるな、石碑。右側のやつ、明治天皇がここで休憩しましたみたいな書いてありますけど、さっきからそういうポイントいっぱいあるんですが、別にね、織田信長が武田勝頼を滅ぼして、あの鉄砲三段構えで騎馬隊を倒した時のやつね、家康がここに、お茶店を新築して信長をもてなした場所がここ潮見坂上です。あ、そうなんですか。なるほど、展望台が近くにあるらしい。
いや武田征伐お疲れ様でした。信長さんちょっとここに店作っときましたんで、これ休憩してくださいよ。そんな感じでしょうね。まあ正直なこと言わせてもらえば、昔の潮見坂の景色はきっともっと良かったんでしょうね。ただここまで登ってきた道の険しさははっきりと感じられます。浮世絵でも潮見坂の美しさは紹介されていましたよ。もう入りましたかね。東海道の第32番目の宿場白須賀宿に到着です。白須賀ってのはどういうところなのか、まあ鉄道にだけに乗ってるとわからないものですから、ほーんと思いながらねやってきてたんですけれども、なるほどこんなところじゃ東海道線は通れませんわ。それで鉄道が来なくなるとどうしても宿場が廃れたりとかね、宿場の知名度がまあなくなっちゃったりとかするわけですが、この白須賀は本当に観光客も少ないのか、立派なね中学校はありましたけども、バスの便数1日に3便でしたよ。まあ、とは言っても江戸から明治になって多くのこの町に住む人たちが他の町へ移動するという用事の時にはやはり鉄道を使うことになるわけですが、ここですね、鷲津停車場とあります。現在でも東海道本線鷲津駅というのはここから遠く離れたところにありますが、山をうねうね進んで下るようなこともするのかな。見ると、1里と22町かな。すごい遠さだよね。この石碑に沿って約6キロ山道を下るわけですか。それでも昔の人からしたら便利な時代にはなっていたのかもしれません。まあ、鉄道がこの町に来れば一番良かったでしょうけれど。またここで宿場がぐにゃっと曲がってますけど、これ要するに防衛のために曲げてあるわけですが、その話は散々しました。でね、ちょうど今面白いことが書いてあったんですけども、このくにゃっと曲がっていると先を見渡すことができません。で、大名行列がお互いに勝ち合うときは位の高い方が優先されることになるわけですが、じゃあ位の低い方はどうするのか、まあ、待たなきゃいけないわけですよね。でも位がこっちには低いから待つというのはすごい格好悪いことです。そんな格好悪いこともできないので、じゃあどうするのかというと、ああいう先を見渡すことができないような場所に行ったらば、先にですね行列の中の誰かが先へバーッと走っていって、で、曲がり角の先を見る。でこの先に自分より位の高い大名を来てないかなと思って行ってみたら、あいるいるっていうのが分かったらですね、これはまずいぞって、これ大変だ、自分より位の高い大名が来てるから、まあ、すぐどっかお寺探してそこ入れって。それでですね、それでその位の低い方の大名は、こちらの大名ただいま今からこちらのお寺にいてご休息され候、みたい なんかそんな感じのことを言うんですけども、それでですね、お寺の方に急遽の休憩をすると。まあ本当に休憩がしたいわけではなくて、そこで休憩をするということで反対側の大名と勝ち合い、こっちの方が位が低いから道を譲るという恥ずかしいことをするのを避けるということがあったそうです。さてここで白須賀宿を出発です。次は第33番目、もうあと残すこと20ですか。ただ浜松が53次の間のですね、距離的な中間だそうなので、ここから先は一つ一つの宿場の間がちょっと空いているということなんですけども、ともかく次は第33番目の二川です。二川の次はもうすぐ豊橋ですよ。おそらくですね、二川までは基本的に下りになるんじゃないのかなと思います。そして道も割とよく整備されていて、人はいないのに歩道はこんなにあってね、いや一番助かるパターンですよ。大型車はいますけれど気になりはしません。そしてそしてこれですよ、ついにご覧くださいよ、あれ愛知県豊橋市とあります。長かった静岡県もついに抜けました。これより三河の国。さあ降りてきました。今二川ガード南というところなんですが、まっすぐ行きますと二川駅、私は宿場の方へ向かうのでここから右へ曲がります。今筋貝橋っていう橋を渡っておりまして、これも、まあ、鉄筋コンクリート製なのかな。明らかに古そうな橋、もう大体このパターンの橋は古いわけですが、昭和4年だそうです。大体昭和一桁ぐらいに旧東海道にかかってる橋ね、いろいろともう新しくされたみたいでして、まあ、あの手の戦前に作られたコンクリート製の橋とか、あの鉄の橋って、まあ、結構至る所にあっていちいち紹介してないんですけど、あれない時代は
木の橋とかだったんでしょう。だからしょっちゅう流されてて、もう橋今流されてるんですみませんけど、返してください。昔はそんなだったんでしょうね。さあ東海道、本線の踏切ですが、ちょうどここにね、キロ亭が立っております。東京駅起点から285キロを示しています。ここを左に曲がり、二川宿の入り口です。二川は天領で、幕府の直轄地だったそうです。それからあとは、まあ、さっき、ホームページで見たんですけども、なんか日本で東海道の宿場の中で昔ながらの建物を見学できる数が3個ということで、これが一番多いそうですね。相当でかいな。何の建物なのかなと思ったら、どうも個人宅みたいだな。すごいですね。いいところだな二川。全然知らなかったけど。さあここはもう右手は本陣か。いや違うな、もうちょっとで中心部みたいですね。第33番目東海道二川宿に到着です。さっきの立派なお家なんだろうと思って地図で見てみたらですね、大きな商家、まあ、江戸時代にここで栄えた商家があったようなんですが、この中も見学できるということなんですけども、まあ、残念ながら今日は月曜日でして、やはりやっていませんでした。基本月曜日はダメみたいですね、こういうやつは。ただそれでもこの道をただ通るだけでも素晴らしい、そんな感想が浮かぶものです。トイレ借りてきたかったんだけどな、カフェもあるっていうし、ちょっと寄りたかったけど。おお。またこういうのがいいんですよ、東海道が明治になって、まあ、廃れるかどうか微妙なぐらいの頃にできたやつ。あ、これコンクリート製ですけど、中に砂利がめちゃめちゃ混ぜられてて、すごい質の悪いコンクリートって言ったら失礼かもしれないけど、大昔の初期のコンクリートじゃないですか。こういう明らかに宿屋だった建物に今蓋がしてあって、それでこういうように表札がかかってたりするっていうのは、それ今宿屋だった建物に普通に住んでるってことですよね。またここもすごいわ。これ本陣かな、多分そうだ。脇本陣はさっき皆さんにどこでした、舞坂でご覧いただいたと思いますが、本陣はもう相当大きな、ちゃんと打つのはこれが初めてじゃないのかな。大名が泊まる時ってのは、まあ、こんな立派なところにですね、事前に予約を入れて泊まるということになっていたそうです。かなり早くから本陣には、まあ、いついつ大名が行きますよと通知が行っていたそうです。まあ例によって定休日なんで入れないんですけども、まあいいわ、外から見られるだけでも素晴らしいわ。これは旅籠屋だ。この中もなんか見学できるみたいなことが書いてありますね。いやできないか、ごめん、普通の家だったわ。インターホンがついてます。お、念願のトイレもここにありました。どうも教会はよく分かりませんでしたが、二川宿の敷地の中はとりあえず全部抜けたようです。次は第34番目、現在の愛知県豊橋市吉田宿です。進んでいたら道の右側に、大丈夫だ、うなぎ屋を見つけました。二川の駅を過ぎてすぐのところです。うなぎ丼1500円、うな重1800円と書いてあって営業中だそうですが、どこに止めようか。江戸焼きって書いてあるな。なかなか西日本風食べませんからね。どっちかって言ったら関西風の方が好きだけど、まあ珍しいから食べたいんだけど、でもいいや、安いですもんね。1800円がどんなもんかお手並み拝見ですよ。
1800円のうな丼とかうな重なんてね、どんな味がするんだろうなと思って食べたんですけど、まあ、普通に美味しかったですね。そりゃそうですよね、まずく作る方が難しいんじゃないかっていう気がするからな。でも僕前に出前系チェーンのやつで2000円の出前のうな重頼んだことあるんですけど、まずかったですよ。普通にゴムみたいなうなぎ出てきて、次の吉田までまだそれなりに距離がありますし、上り坂があるみたいですが、吉田も過ぎて岡崎に着くのが、まあ夜のね、今の見積もりだと6時ぐらい、もうちょっと遅くなるかな。でもう少しさらに先まで進めるといい。そして路面電車がやってきましたが、あ、じゃあこっからはしばらくこれと一緒に走れるのかなと思いきやですね、残念ながら豊橋市街または吉田宿の中はちょうどあれとはぴったり並行しないような、並行というかあれとずれたような走り方をすることになっておりまして、ちらっと見ることぐらいしかできなさそうです。東海道はこちらだと書いてあります。旧東海道がどこを通っているかはある程度分かったんですが、宿場の入り口とかそういったものはあまりよく分かりませんでした。吉田は空襲でほとんど燃えてしまったし、その後も戦後の再開発などでどんどん変わり、そしてそもそも大都市豊橋として次々発展してきましたから、当時の趣がほとんど残っていないのも納得です。ともかく東海道の第34番目の宿場吉田宿に到着です。